江戸時代、その美しさから幾度となく浮世絵の世界にも登場するお江戸の海。そんなかけがえのない海をもっと知るための海と日本プロジェクト in 東京。こんにちは、渡辺渚です。海と日本プロジェクト in 東京は、次世代へ海を引き継ぐため、海を介し人と人とがつながるユニークな取り組みを実施する日本財団のプロジェクトの一環です。今回は高速船に乗って神津島にやってきました。神津島は東京にありながら透明度日本一に選ばれたことがあるほど海がきれいな島。魚の種類が豊富でダイビングにもおすすめです。神津島の海の魅力を神津島村の浜川村長に伺ってみたいと思います。浜川村長、よろしくお願いします。いや、こちらこそよろしくお願いいたします。ではまず、ここ神津島の魅力を教えてください。海がなければ島が始まらないということで、特に神津島の場合には漁業が盛んなものですから、漁業が一番海に直結した話ということですね。若い人たちが海に携わる漁業を選んで島に住んでいるっていうことが一番の魅力ですね。海を守っていく活動はされていますか？ゴミ等のものがよく海岸なんかに打ち上げるんですけども、それは必ず海に戻さないように回収する。海が焼けてしまう、磯焼けっていう現象を起こしてしまうということもありますので、汚れたものなどは海に流さない。村長のおすすめの海のスポットを教えてください。800メーターの白砂の舞浜海岸ですね。真っ白な石英、それから流紋岩の砂なんですね。肌にもついてもさっと払えば全て落ちてしまいますから、ここを進めていきたいですね。村長にとって海とは？海は離島における中ではやはり生活一番こうつながっている。特に神津島の場合には一次産業の漁業が盛んですので、海がなければこれはできない。生活の糧でもありますし、経済でもあるということと、それに通じて風光明媚な白砂の海岸とか赤崎遊歩道等ですね、観光資源として使える場所でもあります。まず自然を守りながら海と共生していければいいかなというふうには考えています。海と日本。